私はこのお話とは何の関係もない。どいつが大泥棒なんでしょうね。なんだ子供か。でも大泥棒だろうとなんだろうと絶対にダブルマーメイドは渡しませんよ。私の町の秩序を乱す奴は許しません。泥棒の都ね。いかにも悪そうな奴らばかりだな、ジン。おつむがだろ、キル。なんだこりゃ。大泥棒から予告状が届いたんだってよ。大泥棒？大泥棒っても大きい泥棒のことじゃねえぜ。王様の王、つまり泥棒のキングってことさ。輝くものは星でも盗めるっていう伝説の泥棒さ。こにゃくが大騒ぎしてるらしいぜ。ほんとむさ苦しい男ばっか。男の吐いた空気ばっかりじゃ窒息しそうだぜ。ジーン、もっといい女がいる町へ行こうぜ。いた。うわっ。ジーン、女とワインは年取るほど味が出るっていうぜ、キル。これは新鮮なブドウの方が好きでね。おっと、おい坊主、お小遣いみんな持ってかれちまったぜ。こら、泥棒。ここに集まるのはみんな泥棒だって。手の届かねえとこへ行っちまったな。手なら届くさ。こいつでね。ね、なんだやる気かこのガキ。これお借りしてました。宝石ならいくらでもやるけど、これだけはダメなんだ。坊や、やるね。ん？ん？さっきのばあさん。乙女に失礼な口聞くんじゃないよ。ここへは初めてかい？ばあさんは長いのかい？まあね。じゃあダブルマーメイドとかいうこれくらいバカでかい宝石のこと知ってる？バカでかいか。知ってるも何もそいつを狙って世界中の泥棒という泥棒が集まったんでこの町ができたくらいだからね。で、むさ苦しい奴らの憧れの人形は？あんたの頭の上さ。ん？
この塔のてっぺんにあんのか。ここには市長のコニャックが力に物を言わせて取り上げたお宝がぎっしり詰まってんのさ。ダブルマーメイドを狙って泥棒が集まる。コニャックは塔に侵入した奴らを捕らえて逆にそいつらの宝を吐き出させる。おまけに集まった泥棒たちが落とす金がまたコニャックの懐に入ってくる。中には住み着く奴らもいて、そいつらコニャックに税金を払うことになるのさ。これがコニャックの言うこの町の秩序さ。泥棒で二度も三度も甘い汁を吸うなんざ、大した悪だなコニャックってやつは。悪いのにいいってことか、おつむが。いいのか悪いのか。でも危険だよこの塔は。誰もが必死で挑戦するけどダメなのさ。塔には市長の仕掛けた数々の罠があるからね。うかつに手を出せば。あの世行きか。ダブルマーメイドってよっぽどすごいお宝なんだな。それも二つあんのか。ダブルといってもコニャックの手元にあるのは一つだけさ。でもあれはこの世で唯一の宝。詳しいことを知りたきゃドラゴンパウっていう酒場へ行ってみな。ウォッカって町では古株の盗賊が何か知ってるさ。わかった。じゃあまた後でな。ジン、何ばあさんとデートの約束なんてしてんだ。ちょっとした運命を感じてね。ドラゴンパウ、ここだ。裸で寝てると風邪ひくぜ。なかなかいい雰囲気の店だな。じゃあ俺は一杯やってくるぜ。今夜は酔いたい気分なのさ。まだ日は高いぜ。おっか。なんだこぞ。すぐわかったよ。古くからいる割にはコニャックのカモになってるだけって感じが全身から染み出てて。このガキ、誰に物言ってんのか分かってんのか。おいおい、こぞ、お頭を刺激しねえ方がいいぜ。このおっか様はな、そりゃすげえ泥棒なんだ。見ろ、俺様のコレクションを。驚くのは早いぞ小僧。この世に二つとねえとびっきりのやつはここに隠してやる。ああ、これだろ。ついでに虫歯も抜いといてやったぜ。いつ取ったんだ。君たちダブルマーメイドより美しいんじゃないのかい。やだ、うまいのね。あ、そうだ、君たちにプレゼントがあるんだ。お酒ごちそうしちゃう。この野郎、俺様の大事なお宝を。そんなに大事ならもっと盗まれないところがある。飲んじゃった。おかしら。もう安心だな。礼には及ばないよ。この野郎、しまえ。仕事だぜ、キル。しゃっくり止まったろ。で、してないって。少年、
皆まで言うな。お前の気持ちはよくわかった。今日からお前は俺様の子分だ。な。お待ちどうさまでした。ああ、またダメか。どじなやつらだぜ。はい、坊や。新米かい？ま、こいつもまだまだでね。いやー、俺も昔は泥棒だったんだけどさ。頑張りなよ。あんなのばっか。はあ、早いとこダブルマーメイドを盗んでさっさとよそ行こうぜ。人魚より本物の女の方がずっと。坊さん。坊や。あれは？めったに卵を産まない貴重な鳥らしいよ。あいつもコニャックの新しいコレクションの一つらしい。かわいそうに。知ってるか？ダブルマーメイドの中には別の素晴らしい宝が眠ってるって噂だぜ。ばあさんはどういう意味か知ってる？それはきっとしょっぱいんだろうね。よし、決まりだ。気球を作ってあの塔の上へ登るぞ。そんなもん作らなくてもあいつに乗って飛びゃいい。ありゃな、羽はあっても飛べねえんだよ。昔はもっとでっき羽がついてて空も飛べたが、体が太り羽も縮んじまって、今や解き放たれても自分の巣にさえ戻れねえんだ。飛べねえ鳥は鳥じゃねえな。よし、行くぞ。気球に服を使うとは考えたな、俺様も。金ないと知恵が回るんだな。そうか。うるせえ小僧、俺たちが土産を持って帰るから、お前は酒盛りの準備をしとけ。いいな。これでマーメイドはもらったぜ。男の裸は嫌いだ。よし、もう少しだ。生きていくだけで精一杯の脳みそでよく考えましたね。でもあげない。やっぱり定員オーバーだったらしいな。役立たず。とりあえず起き上がってから怒ったら。うるせえ。どいつもこいつもこの給料泥棒どもが。だって泥棒だもん。生まれた。やれやれ、やっと産んだか。せ、早くコニャック様に届けよう。うるせえな。コニャックってやつはいつも親子を引き離す。新しい作戦を考えるぞ。必要ない。なんだ。この鳥で塔の上に行く。ああ、お前な、この鳥は飛べねえって言ったろ。ジーン、何言ってるんだ。こいつは無理だ。鳥の俺が言うんだから間違いない。お前、何を悲しんでるんだ。自分で卵を取り戻せないからか。ま、お前の卵、今頃目玉焼きになってるかもしれないしな。それともゆで卵。あんた。あ、今ジュって音がした。
は卵を取り戻せるのは自分の翼だけだ。子供を助けてやれるのはお前しかいない。お前なら飛べるはずだ。行くぜバーサン。こんなバーサンエスコートして行くしか。今度はどんなバカがやってきたんでしょうね。あの鳥飛べないはずでは。効かない。あの野郎乗っちまいやがった。まだ目玉焼きにはなってなかったな。ダブルマーメイド。ダブルマーメイドというのは昔話で聞いた結晶生物のことだったのか。どうです、輝くばかりに美しいでしょう。私の宝気に入っていただけました。こんな坊やがここまで来ましたか。とりあえず褒めてあげましょうかね。でもね、おじさんのとこには大泥棒っていうお客さんが来るんです。坊やに構ってる暇はないんですよ。ダブルっていうのは親子のことだったのさ。あれがばあさんの正体。ありがとう、娘を、私の一番の宝を盗み出してくれて。お母さん。ポスティーノが言ってたのはこれだったのさ。なぜです。そいつはいつも泣いていましたが、涙が宝石になったことなんて一度もありませんでした。悲しい時の涙と嬉しい時の涙が同じわけないじゃないか。お前が大泥棒。